かわいい。かわいい。今回はですね、ミーサイドで合ってるんですかね。こちらのゲームをやろうと思います。このゲームですね、視聴者に教えてもらったんですよ。で、その教えてくれた視聴者曰く、まあ、よくわかんないんですけど、ホラーゲームみたいな感じでもあるし、恋愛ゲームかもしれません。ぜひやってみてください。だそうです。おめえ何もわかんねえじゃねえかって。お前全然知識ねえじゃねえかと思ったんですけど、ちょっとね、自分で調べてみたんですよ。なんかね、このゲームの中のこの、多分このタイトル画面にいる女の子の世界にプレイヤーが行っちゃうみたいな感じで書かれてましたね。一応デモ版なんですけど、結構楽しめるらしいんで、やってみようかなって思います。じゃあ、新しいゲームでいいのかな？なんか実績とかいろいろあるんだけど、まあいいや、行こうぜ。ちょっと怖い感じなのかな？なんて読むこれ。日本人でもわかんねえ感じ出すな。ヒーチ。見た。見た。あ、見たね。あ、歌かと思ったわ。何言ってんだ俺。こんにちは。私は見たです。はい。スペースで進めんのね。名前は何ですか？なんか動物の森形式なのかな？なんか、ダラダラララララみたいな喋り方なのかな？俺自分で名前決めんの？ちょっと読みづらいけど、バナメイエビヨシオで。はい。通称バナオね。はじめまして。バナメイエビヨシオ。バナメイエビヨシオ。どうした？言いづらいか。前回はとても急いでいたので、そしてここに混乱を残しました。はい。部屋がぐちゃぐちゃってこと？これについて手伝ってくれませんか？いや、結構です。ん？あ、これはそういうゲーム画面ってこと？ただね、なんかゲーム紹介文みたいなところ見た感じだと、この家に実際行くらしいんだよね。俺が行くわけじゃないけど、このプレイヤーがね。で、なんか 3D ゲームみたいな、そんな感じになるらしいから、楽しみ。まずこれで。赤くね？これ何これ？洗濯物でしょこれ。なんでこんな真っ赤になってんの？お前人殺したろ。やったろお前。で、これをここに、ここに突っ込んで洗濯できる？ねえ。なんでこんな真っ赤なの？いや、ちょっとお前結構汚ねえな。ぶん投げんなよ。なんでぶん投げんのこのバラバラなの？歩きながら脱いでんの？普通まとめてない？いくらこれ床にぶん投げてたとしても。で、こっち、ね、いや、お前おかしいだろ。え、これ何？お前のパンツこれ。で、これぶっ込んで。なかなか謎な散らかし方してるね。あ、今パンティ見えなかった？白パンだろ。やれやれ。いや、やれやれってこっちがいてんだよ。どうもありがとう。何お前。日に。腹減ったのか？やあ、バナメイエビヨシオ。やあじゃねえよ。お腹が空いたので、お前私生活どうなってんの？私は食べたいです。いや、何よ。チキンスープの材料を買ってくれませんか？買ってこい自分で。作ってくださいならわかるけど、俺買ってこなきゃいけないの？なんかいろいろ突っ込みどころがあるね。こいつよく一人で生活できてんな。ここで、飯、装束、部屋、衣類、おもちゃ、アップグレード中。まあ、体験版だからできないこともあるってことだよね。飯。チキンスープじゃなくていいじゃん。金300円でしょ？いや、300円でこれ以外買えねえのか。くそ。これしか買えねえのか。あなたが買いました。俺の金で買ったんだよね、これ。おめえ金返せよ。うわぁ、まさにそれが私に必要なものなのです。今、一緒に料理しましょう。いや、もうできてたやん。ねえ。え、すごい。今日ツッコミ冴えてるかもしんない。いや、序盤だけかもしんねえけど。ものすごくもう料理できてたよね。材料とかじゃなくて。あ、材料なんだね。はいはい。すごい！これをまず人参から切る。俺、サバイバルキッズ経験者やねん。これ、こういうの何回やってきたと思ってんの？めちゃめちゃうめえよ、言っとくけど。あれ？あ、なるほどね。結構シビアだな。はいはいはい。はいはい。いいよ。いいよ、いいよ。俺もね、結構まあ、自炊するんですけど、こんな綺麗に切れん。普通に。普通にこういうの、こうやって切るだけでも難しいよね。ね、料理慣れてる人からすれば、いや、簡単だろうと思うかもしんねえけど。ね、お前結構うまいな、じゃがいも押さえて切んの。そこまで、ちょっと厚めに切っちゃったな、お前。あ、え？お前どんどん下手くそなってね。切るの。ね、なんで最初すげえ薄くスライスできてたのに。ね、ちょっとあれなのかな、厚めのじゃがいもにもしようとしてんの？食感、急に日後なっちゃったよ。え、結構経ったの？お前この3日間の間にお前やったろ、見たと。おーい、バナメイエビヨシオ、今日は安いテレビを買うつもりです。あるやん。持ち運び可能で、アンテナもついてるので、あ、ポータブルテレビみたいな。散歩の時に持っていきたいと思います。いや、そういうのね、最初は使うよ。後々使わなくなるから。覚えて、ゲームをしてお金を得ることができる。え、お前プロゲーマー？遊んでくれますか？お金を稼ぐ。それでその小さなテレビを買ってくれませんか？なんで俺お前にそんなに貢がなきゃいけないの？ねえ、俺が働いてお前のためにテレビ買わなきゃいけないの？ねえ、
ねえ、まあ君可愛いし、なんかちょっと俺なんか強めななんかツッコミしちゃってるけど、まあ君は可愛いからいいよ。ほらもっと出せや。俺に愛を振りまけよな。今こうやっていっぱいいろんなことしてあげてんだから、いろんなところクリックしちゃうぞ。ほらジャンプしろジャンプ。お前さっきジャンプしてくれた時ちょっと白いの見えたからな。これでん、ちょっと待って、なんか、ま、マウスが速くなっちゃった。待って、設定変えよう。今回、なんか速くね？あれ？マウスの設定運の関係ねえな。これ、もともとマウスがすげえ速い。エレクトロニックス。エレクトロニックス。加工、プラットフォームか。何を買えばいい？ちょっと待って、すげえやりづらいんだけど、すげえマウス速く感じるんだけど。あ、ごめんなさい。普通にマウスの設定間違ってただけでした。なんか変なところしちゃったらしい。ミニゲーム、普通にマウスこれでいいのかな？ 50。これ買う？これグラフィックボードみたいな。なんか、そんな感じじゃないの？あ、これで、こっちからやれっていう感じかい？まあ、そういうことだよね。まずは、これでいいんじゃない？これをここにやって、からの、これ、いや、これ一回まっすぐだよね。まっすぐからの、こうやって、これ何回も同じもの使えるの？ん？あ、使えるやん。クソ簡単やん。いや、余裕。めっちゃ余裕やん。んで、ん？これなんかさらに外とかになんかあったりすんのかね？いや、これテレビを買わなきゃいけないんでしょ？待って、ショップ、他にショップってできるわけじゃないのか。とりあえずいっぱいやれってこと？加工。これやりたいよ、これ、これ。これなんか面白そうじゃね？あ、じゃあ、これか！これが足りないの14。ってことは、これができるってことか。これ何これ？あー、これはこういうところにしまい。あ、なんかこのゲーム普通になんかいろんなことできて面白い。なんかクオリティ高い。体験版の時点でいろいろできるね。で、250手に入れて。あ、いや、見れなかった、今。気をそらしてた。わーい！今ではテレビを買うのに十分なお金があります。ちょろくね？この世界テレビ買うのこんな簡単なの？で、小型テレビを購入します。装飾。これか！まあそうだよね。これ以外無理か。まあ、これ買って。これでいいの？どうなの？はい。最も安くて最もモバイル。まさに私が必要としていたものです。お前これ絶対使わねえだろ。なかなかでかいじゃねえかよ。これ持ってくの？持ち歩きだからテレビ見んの？これ。ありがとう。いや、いいんだけどさ。火20。めっちゃ経ったね。何してんの、こいつ。やあやあ、バナメエビをしよう。あなたが私を助けてくれてとても嬉しいです。今、お前、どんな状況なの？なんて？この赤の上みだな部分。あのテレビ、かっこよかったけど、すぐに壊れてしまった。いや、お前は絶対壊したんだろ。なあ、壊れてしまったって、その言い方に変えてる、言い方変えてるけどさ。クローゼットを別の場所に移動するのを手伝ってください。それに私はとってもとてもとても重いものだからです。お前が重いの？確かにお前重そうだな。んで、ここに、ちょろー！一瞬 !0.02 秒ありがとうございます。あ、これチューみたいな感じ？あなたは私のお気に入り。今更？こんだけ頑張ってんのに今更お気に入りだったの？テレビ買った時まだお気に入りじゃなかったんだ。おお、バナメエビをしよう。まだ1日しか経っていないのにすでに会いたかったです。あ、そうなの？もっと頻繁に訪ねてくれたらいいのに。うん。そういう、なんか、誠意を見せてくれよ。な。この子に服とか買えないの？なんかある。プレゼントください。俺があげんの？プレゼントくださいって。俺あげてるじゃねえか。いや、この子にあげんのね。なんか俺、なんかもう、貢いでばっかじゃね？それは私のためですか？それ以外ないだろ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。いや、早っ。37日経った。おーい。おーい。バナメイエビをしよう。私は考えてきました。お前何を考えてきてんだよ。そして、私はあなたに直接会いたい。あ！ここからじゃない本番。私もそうできればいいけど。私はあなたのことがとても好きです。あなたは毎日私のために何かをしてくれます。感謝したいと思います。何らかの方法で。まあ、このゲーム自体そういうゲームなのかな？このゲームって、ま、こういう、このゲーム自体じゃなくて、このゲームの中のこの女の子となんかするみたいなゲームでさ、多分、プレイヤーとなんかするっていう、そういうコンセプトのゲームなんかな？うわ、わかる。すげえ楽しいよね。俺、中学校の頃にさ、ラブプラスっていうゲームやってたの、DDS で。友達の前でさ、マイク機能でさ、好きだよってやってたらめちゃめちゃ友達に惹かれた。もうすげえイライラした、そいつらに。感謝したいと思います。何らかの方法で。まあ、確かに気持ち悪いか。うん。あ、そうだね。アイデアがあるんだ。なに？お前のアイデア？お。これ一応、海外のゲームなんだけど、なんかね、海外のゲーム、特有の雰囲気あっていいよね。こういうの。あなたは今私と一緒にいます。電話を置きます。え？お前がこっち来んの？俺がそっちに。え？あ、でも部屋の構造同じじゃね？これが俺か。
ついに恋愛ゲームのやりすぎできちまったのか。この場所に見覚えがあるようだ。私はこのゲームに参加していますか。なんかすげえ読みづらいな今の。私はゲームに参加していますか。ちょっと待って、これ設定でねあったんだよね、ゲームの設定。あ、こういう風にログもあるのか。一応ね、設定とか常に字幕を表示する、これやった方が分かりやすくていいのかな。続ける。ん、ちょっと待ってね、いろいろマウス感度とかもあるからちょっと一応下げとくか。でちょっと視野角も上げて、こんくらいでいいかな。はいはいはい。ん、見たちゃんじゃねこれ。これしゃがんだりはできないのね。待って、俺何すればいいんだ。もう一回見ていい。私はこのゲームに参加していますか。知るか、参加してんだろうな。ダッシュはできないね。いや、いい家、雰囲気あって、なんかすごい自然的な家で、すげえラブノート。何ラブノートって気持ち悪い。そのこのノートに名前書いた人好きになるの。欲しい、そういうの欲しいね。欲しくない、あの女優やあのアイドルみたいなさ、名前書いてみたいな。お、いい写真やん。え、でも待って、これ一応ホラーゲームらしいんだよね。俺もさ、その教えてくれた人の説明が荒れすぎてさ、いや全然分かってないんだけど。これマッチ、あ、ペンか、鉛筆か。はい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 。他に調べられないね。ここに一緒に住んでる設定になってるのかな。ブレーカーこんなところにあるんだね。これブレーカーな、まず。へー、服とかはなんか最低限しか持ってなさそう。ハロー、ここに書くな。消すのだるそう。これ油性じゃないよな。どうやって開けんの。ん、あ、こっち、あ、こうやって押して開けるのね。おらおい。え、もうこれ完全に見たの部屋。何これ、もう行き過ぎたゲーム実況者みたいな。ねえ、ここがゲーム実況部屋ですみたいに言ってさ、ここで録画開始して。だる。え、すご、何これ。壊そうぜ、これ全部。これ全部壊そう。何かできるわけじゃないのか。タイムストップ、何これ。ん、アイテムを見つけてスキャナーに置きます。ゲームの古いバージョンです。1.5。何？何これ。万力？何これ。ん？いや、なんやねん。ゲームの古いバージョンですって何？スキャナーに持っていくとスプーン、鉛筆、シュッシュ。あ、それを持ってこいってこと？鉛筆、シュッシュ？シュッシュここら辺にあるんじゃないの？ねえ。シュッシュッとじゃねえよ。なんだっけ、あの、カチューシャじゃねえよ。それカチューシャだわ。何言ってんの俺さっきから。開けれないの？ミタちゃんどこにいんの？なんかこの卵焼きみたいな。あ、目玉焼きみたいな。ねえ。変なクッション。シュッシュどこ？うわ、もう完全にゲーム部屋や。ゲーム実況部屋みたいな。マイク繋がってねえのか。でもなんかゲーミング PC、あ、まずペンだね。これ取って、これミタちゃんに、ごめん、ちょっと最低なこと言おうとしちゃった。ミタちゃんの目に刺されとかってとんでもないこと言おうとしちゃった。言っちゃった。PC こういう仕様なんだね。全部ピンクとか白にまとめてるんだ。へえ。ごめん、ちょっといろいろ調べていい？何この人形、あ、かわいいね。独特で。俺は人のそういう趣味とかあまり悪く言わないよ。さっき言おうとしたけどね。自分大好きだな。君配信者なの？ゲームのキャラに配信者とかねえか。ここに、あ、なんかある。これ置いて、この形のシュッシュがどっかにあるってことでしょ。これシュッシュなわけないよね。こういうところ開けれたりはしないのか。シュッシュってだって、そんな適当に置いてるとなくない？ここは開けれるやん。ミタちゃん、あった。ミタちゃんお風呂入ってたりするとこなんか、鉢合わせさ、ねえ、私も同棲してるみたいな設定だったらすごい良くない？ねえ。なんか、俺もお風呂入ろうかなってガチャってあげたらさ、キャーみたいなさ、ねえ、お風呂入ってんの分かってよみたいなさ、あってほしい。早くゲーム進めろってな、もうずっと喋っちゃいそう、これ。ね。ずっと意味わかんないことなら一生喋れるからさ、俺。ミタちゃんはどこにいるんだろう。キッチンかな、こっち。ん？ルービックキューブあるやん。うわ、もう完成してる？うわ、これドヤ顔してんだろうな、友達来た時に。ルービックキューブお前できる？って。見ろよ、これ。俺やったぜ、みたいなさ。すげえなんかドヤ顔してそう。こういうのはできるわけじゃないのね。スプーンどこ？スプーン、だいたいここら辺にある。うん、こんなところに放置しとくなって。ねえ、包丁持ってこうぜ。ねえ、もしなんかあるかもしれないから。I love you。これ、愛が重いタイプかな、ミタちゃんって。ねえ、そういうのなんか、必ず表現しとかないとなんか落ち着かないみたいな。出たこれ。ペッパーミルだっけ？俺の家にもあるわ。ちょっとオシャレ気取ってさ、これ買ったんだよね。ウィーンってやるやつでしょ？俺の家にもあるわ。もう使ってるわ、ちゃんと。ね、そういうのなんか、オシャレっぽいの、なんか雰囲気から始まる人よるね。もうほんと一生喋ってるやん。で、どんどん口丸くなってきた。で、スプーン置いて、スプーン置くよ。で、アイテムをスキャンしてプロセスを開始します。はい。打ち上げの準備完了。これで打ち上げすんの？え？どういうこと？スプーンに蜂蜜取って舐めて、それが打ち上げ？あ、これ、あ、これか、これか。うん、待って、なんのズーム？勝手にズームするんだけど。で、何？で、これ？これでいいの？あ、来た。1.9 バージョン。待って、これ。ん？なんだ？え？なにこれ？え？
これもしかして俺これであっちの世界行けるってこと？どういうこと？どうなんの？え？これさ、主人公の部屋だったらものすごく怖くない？え？電気を再起動します、玄関の。え？なんか目光ってるで。そういう人形なの？もともと暗い状態でなんかいろんなとこ入ったらなんか怖かったりして、めっちゃ暗いやんめっちゃ暗いからめっちゃやめよ。で、低電力。これもうゲームの世界ってわけじゃないのかな？ちゃんと現実でみたいな。なんか、このゲームのミタちゃんファンすぎて、いろんなものあるみたいなさ。これか。これでローなってるから上げて、はい。これで、ミタちゃんいるんじゃね？まだいねえか。ちょっと怖いな。こっちとかに。ご飯作ってたりはしないのか。なんかもういつの間にか当たり前のようにいるみたいな。お帰りなさいみたいなさ、ありそうじゃない？いねえな。サーバーのバッテリーを見つけてデバイスに返します。サーバーのバッテリーってどれ？ Who are you？ え、どういうこと？どういうことかよくわかってないけど、面白いのはわかる。サーバーのバッテリーがありません。これか。これさっきまで光ってたやつ？まあ、どっかにあるんでしょ？とりあえずこっちとか、風呂場にはさすがにないだろうけど。Don't you see me？ Wanna play？ バナナ。おい、ちょっと怖えじゃねえか。何？おしっこプレイでもすんの？何のプレイ？俺英語わかんねえんだよ。あ、ここか。ここにあんのおかしくない？バッテリーを取ってください。これで1個。なんか4の1って、4の0って書いてなかった？何あれ？アヒルちゃん！Who are you？ おお！ Who are you？ Who are you？ Who are you？ 私はバナメンエビヨシオ。お！すごい！マトリックス見て。ねえ。モーフィアスできそう。ミタちゃんじゃなくて。お帰り。君はトーマス・アンダーソン。いや、違う。あっ、おい、うん、このゲームめっちゃおもろい。ねえ。すごい、なんか女の子の手に見えたけど、やっぱりモーフィアスだったりして。ねえ、モーフィアス知らない人、モーフィアスって検索して。なんか丸い、なんかサングラスの、ね、スキンヘッドのなんか怖い人映るから。ね、救世主だ。が口癖なんだよね。おいおい、よくわかんねえままちょっと怖くなってきたぜ。あ、なんだ、え、なんだこっち行って、何があんだ。え、なになに、なんこの袋。あ、ここにもあんのか、バッテリー。はいはい、これなんかすげえ順調に手に入れてるけど、この袋なんやねん。もしかして本当はミタちゃんなんか実在して、あのゲームが実はお前が作ったゲームで復活させるみたいな。俺そういう想像しちゃうぜ。あった。これで最後じゃない？なんか映る？うるさいな、おい。このラジオ壊せ。あ、普通のライトか。ゲーム、コントローラーが2つある時点で、もう、ミタちゃんがいるみたいな設定になってるのかな。妄想か？そういうことか。海外のゲームで、なんかあらすじとかもよくわかってねえからさ。なんかそういう想像しかできん。で、ここに、一つはめて、んで、それで、どうすりゃいいんだい？これでいいのかい？ 4 分の1なんでしょ？だから、もう2つ、3つはどこ、あ、これか。ここにはめ込んで、で、もう2つはどこにやればいいんですか？ここですか？どこですか？あーって、ここですね。これに2つですか？これ1つですね。これ、有能だな、これ。この機械。で、ラストどこですか？ラストどこにあるんですか？どこですか？ラストどこですか？どこですか？わかんない。これしゃがめたりできないですか？あの奥の、なんか、ちっちゃいところじゃないの？どれ、これですか？ここですね。なにこれ、全部自分で作ったの？これ自作？すごくね？ん？すげえこれ勝手に全部すんだよね。で、これで P すると、バージョン 1.9 からどうなのこれ。7.5 とかなんのかな？来た。ミタちゃんが全然出てこないけど。ミタちゃん出てこないの？そういうゲームなの？なんか俺、てっきり女の子と、あれ？なんだお前ちょっと、なにお前、こっち向いてんの？かわいい。あ、やばい。めっちゃこっち見るやん、かくって。なんか、舐め回すように、なんか動くんじゃなくて、キュッて見るやん。こっちから、ビビった、なんもねえわ。なんもいねえ。こっちから出てると、これか。これで
動けないぞ。なら、何これ、ん、これでミダちゃん現れるのか。え、何がどうなって、え、これ、いよいよ来んじゃね、送信されたデータって書いてある。いや、バナメイビヨシオ、ついに会いました。とても嬉しいです。現実、これ現実、チューしよう。うわ、ご覧の通り、何ですか、特別な装置を作りました。できるだけ早くあなたをここに連れて行くために。お前が作ったのこれ。しかし間違ったバージョンのゲームを入力しました。その私。まあ長い話だけれども。何？とにかく会えて嬉しいです。チューしよう、ほら。はい、もう一緒だよ。しゃがむことできないのかな？ちょっと、見えねえな。なんでこのゲームしゃがむって実装されてねえんだよ。キッチンに行ってください。嫌です。三田さんですか？名字ね。まあ私はそうです。あんたですか？バナメイビヨシオ。俺以外ねえだろ。え？戻りたい場合はどうすればいいんですか？これ聞いていいのかな？もう戻りたいですか？いいえ。まあそれは手配できると思いますが、私はどうでしょうか？一緒にいましょう。いいよ。かわいいし。うわ、かわいい。うわー！いいな。俺も実際こういう世界来てえわ。どうやって私をゲームに参加させたのですか？言っておくけど。何？そしてここにいます。あ、ん？通じる？理解できません。まあ大丈夫です。うわ、かわいい笑顔。重要なことは、私たちが今一緒にいることです。うん。お、何こいつ。私は彼女を知ってると思います。それは何ですかね、で、ザ・ゲーム？はい。何の話？そう、覚えてるよ。そして、まだゲームは終わってない。すごい、すげえ進む、右。まあ、開発者の、ちょっと、あの、文章が早いの読めねえわ、おい。急にそっぽ向くのやめろ。これは？このコンピューター動きますか？それとも装飾的なものですか？もちろん機能します。ここにある全て機能。パソコンよく使うので仕事。そんなこと知ってる。そしてこの作品のせいであなたはほとんど注意を払いませんでした。そうですね。生きていくためには何かする。そしてどうやって知ってますか、ね、何を言ってるのか分かりません。カメラが時々オンになることがありました。ごめんなさい。でも覗いてました。覗いたのか、じゃあ俺も覗くからな、お前の。まあいいよ。え、終わり、お前、こっち来いよ、ほら。来ないの、一緒にお風呂とか入らないの、これは。思い出す。3つのアイテムを持ってきました。このスキャナーに。はいはい。それで、このようなことは次からです。このバージョンの世界。ペン、シュシュ、スプーンで、なんでできたの？ちょっと待って。まずキッチンに行けって書いてたけど、とりあえずいろいろやれるってことだよね。あ、鏡。これで、鏡に映らないのは何ですか？ちょっとお前こっち来いや。あ、来た。え、お前シャワー浴びる？そうだね。ま、そっち行け、ほら。シャワー浴びろ。反射をオンにするの忘れてます。え？うおお！今それを反射を示してます。これが俺？イケメンやな、おい。かわいいな、お前。鏡越しでチューしようぜ。気持ち悪い。欲望を今発散しようとしてる。はい、チュ。はい、チュ。うえー。うわ、こうやってなんか、ずっと見つめてくれてるんだな、この子。うわ、いいね。ほら、こっち来いよ、お前。閉じ込めようぜ。ここにいればこいつ来れねえだろ。くそ、お前パワー強くね？は？ちょっと待って、もう一回やろうぜ。もう一回決闘しようや。おりゃ！何こいつ？何こいつ？異常やろ。ここら辺で待機しよう。いや、ダメだ。そしたら来ねえ。くそ、お前、何の遊び？来るぞ。足音聞こえる。来る。うわお前強いな。こっちに座らして、こっち来て。で、座ってる時の例、頑張ってみるから、君の全てを。ほら、座りな。座れ。座れってほら。座れよ。楽しみてんだ、俺、このゲームを。早く座れ。はっ！おめえ、人の言うことも聞かないようになったな。それがテレビです。私はか、あ、これあのテレビやん！あなたが言った、壊れてた。私はしたかった。あなたを驚かせるために。え、お前どこ行った？お前そっち行ったの？そのためには小さなテレビが必要でした。今そして今、ちなみにそうです。何が？私はちょっとしたエンジニアです。いや、エンジニアの域超えてるやろ、絶対に。へぇ。お前ついてきてくれるんだね。この子がどう怖くなっていくんだろう。お前こっち来させねえよ。来るぞ。足音聞こえる。来る。うれぇ！ダメだわ。こいつ、プロだわ。こいつ扉開け合戦のプロだわ。ここは？出かけてもいいですか？おう、まだ。後でしましょう。まずはここにいましょう、自宅で。すげえ早口だな。母さん。窓の外では何も、何、早えて！なぜ傘が必要なんですか？雨が降ることは非常に稀です。まだ見たことがありません。いつかこれでやるかもしれない。それカツカツで寝てられるべ。知るか本性表したな、今。口悪。急に口悪。
なぜここに電気ボックスがあるのですか。私たちはゲームの中からそれが必要になるしくない。私たちはゲーム中ですよね。だから耳で塗りを尋ねられた。でもフィギュアプレイヤーね、うん、全てがまるで同じです。あなたの世界本当にもう怪文書見て何言ってるのか一切わかんねえや。ゲームとかできんの。テレビのチャンネル数ある。秋田は5チャンネルしかないよ。まあアンテナはテーブルテレビではありません。それはインターネットです。ああインターネットのテレビ、つまりインターネット上で出力できるものは全てここに入手可能です。勝手にやんなよ。え、これ何があるの。待って、はい、ね、これ、え、おう、え、それは何。いや、今チャンネル変え、じゃ何チャンネル変えた、お前チャンネル変えんねん、お前。ああ見てください、何この CM。ジュースはいかがですか。え、飲みます。おいしい。うん、味があるしじるしじるそしてなんだか味気ない説明できません。ちゅ、奇妙なコマーシャル。ジュースは死んだのか。あ、あれね、しじ、まあ、そういうことか。さっきの動いたやつが死んであれがジュースってこと。何すげえ CM だな。じゃああれを買いたい人ってあれを死んだやつを飲みたいってことなんでしょう。全部飲んだのね。スマホある。私のスマートフォン。ポケットからなくなってしまいました。そしてどうやってここに立たれてられるか。まあ関係ないけど、待って、アイデアがある。何ですか。セルフィーを撮る準備はできましたが、セルフィーって誰。おお。おにゃいやん、二人とも。あれ見てよ。どこ。どこやね。素晴らしい絵。これは記念に撮っておきます。質問があります。ゲームを始めたら今私の携帯電話試合には出ますか。試合、誰もそこにはいないでしょう。試合って何ですかね。ちょ、日本語割とガバガバだからちょっとよく分かってねえけど、まあお前らお似合いやぜ。さあ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 、他に調べられるところは一応全部調べちゃいますね。ここは開けられませんね。テレビ、なぜ2台目のテレビを持てるんですか。あ、それも古いですね。あっちはちょっと新しいのね。気に入らないですか。削除できます。それ以外の場合、それはただ美しさのためです。キッチンを飾ります。テレビとしても使えます。あなたは見ることができます。ルーニーキューンズ、はい、なんでしょう。はい、そうですね。ありがとうございました。もう会話が全然よくわかりません。今ん2時半なのかな。ほら一緒にご飯でも作ろうぜ。ミータ、こっち来いよ。こっち来ねえのか。来いよ。なんでそんな遠くで見てんだよ。なんだこれ。これがストーリーっつって、なんか指輪？あともう見れないよね。リング？うん。あれ？え？かわいい。なにそれ？なんやね。あ？一緒に料理しよう。え？なに今の？え、どういうこと？何？人参を手伝ってください。いやです。俺は君の後ろ姿を見てるよ。結局のところ、先ほどまでここに何もありませんでした。バナミエビよしよ。私はゲーム中です。作る手伝ってください。しゃがめねえのかこれ。ねえ。しゃがむっていう、なんかねえの？しゃがましてくれやな。しゃがんで一回ぐらい見せてくれやな。頼むから。しゃがみてんだよ、こっち。しゃがめよ。だいたいしゃがむってあんだろ。人参？この蓋で切れ。蓋で。これか。はいはいはい。これでもう一回やればいいのか。ん？ん？何これ？下？あ、上。キーボードでやんのか。めっちゃ早い俺。あ、すごいカクカクしてる。はい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 、よー。ありがとう。それとハサミを持ってきてもらえますか。それはバスルームにあります。なぜバスルームにハサミがない。まあ、髪切るときとかってこと、自分で。おーすごい。一向に焼けないやんけ、その肉。ねえ。どんだけ火力低いの？ねえ、ちょっと。全然焼けてないよ。ね、全然焼けてないやん。何の肉それ。一生懸命ひっくり返してますけど、ひっくり返すのも早いやろ。もう一回ひっくり返してみ？いよいよ多分、ちょっと焦げ目ついてるやろ。ついてないやん。ずっと生やん。まあ、奥行くか。で、ハサミ？なんか、あの子を刺したりもすんのかな、今後。製品版とかなった時に。ここは鏡反映されてないんだね。
うん、特に何もないか。あの女の子が知らないときに、なんかいつの間にかなんか瞬間移動とかしてるからちょっと怖えな。なんだ？なんだ？まあ、ハサミある。ちょっと待って、これ何？え？チェック。なんだこれ？ UI？ 奥。奥意がないの？何これ？おう。そういうボルト？あれ？なんだ？勝手についたぞ、おい。手でなんではめれた、お前。イケメンだろ、お前。もうこれ取って、三田にハサミを渡す。自分に酔ってるやつね。さあ、いよいよ多分料理、できたんじゃないかな。ね、料理多分できたと思うから、ご飯できましたよって言ってくれるんじゃないかな。しゃっくり出始めた。あ、ご飯できてるね。何作ったの？何それ？これ何これ？これ何なんか、肉入ってる？これ。あ、肉か、それ。エビに見えるな。ご飯食べよっか。ん？ハサミどこに置けばいいの？ここに座るの？あ、座ります。はい。何のためにハサミ持ってきたの、俺。ね。カートリッジ。カートリッジ？あー、それ渡したいな。ちっか、渡しいカートリッジ。さっき手に入れたやつ。何か間違っている？通気口でいくつかのカートリッジを見つけました。名前シールが貼りました。それは何ですか？カートリッジ？何の種類ですか？一緒に調べてみましょう。でも少し後、先に食べます。カートリッジよ。ハサミを渡してください。お前、後でカートリッジ食うの？歯どうなってん？ハサミ渡すか？はい。なんで今？あ、それを切るの？ソースが欲しいですか？手でやれや、それくらい。拒む。え？拒まない方良くない？味ついてんの？これ。これケチャップでしょ、多分。なんで拒むの？お前。ケチャップ嫌いなの？いいえ。残念な。残念なって。ソースをかけるとさらに美味しくなりますね。それはそうよ。ちょっと辛いのかな？チリソースみたいな。私たちを話すことができる。食べる前に。お！めっちゃ言えるけど、これは一回きりなのかな？あ、乾杯で終わりなのかな？素敵な家、居心地のいい。もちろん。そしてここにいてもいいのよ。私は気にしない。そして私はとても気に入ってます。よろしくお願いします。早口なんで、おめえらぜ。いつ家に帰れますか？ホームシックレスかな？ぜ。とても暖かいです。そしてここにもいますね。そしてやってくるくめます。そうですね。いいえ、いいえ。あなたと一緒にいられて嬉しいです。でも心配です。家で何かをするのを忘れたのかもしれないと。突然ここに来てしまった。そしてそれ私たちだけで、早いて！おめえ、もっと行くしゃべれ！ごめんなさい、知りませんでした。すべてが夢のようだ。逃げるつもりですか？そしてすべてを忘れますか？すべてがとても非現実的だと思った。そしてカラフル。でもあなたはかなりこれ、ブラ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 ダミー。ダミー？ダメだもん。一応全部聞くけどさ、もう嫁。の世界です、特徴。あなたは奇妙に思われるでしょ。でも、君には、目立たないと思わない。見た目もスタイリッシュ。はい。遅延を避けるために作られた、遅延。チンチン。そういうことに遭遇しないことを、はい。はい。ナイフがあるのになぜハサミが必要なのでしょうか。いや、普通にハサミの方がやりやすいからやろ。ハサミとナイフ？もちろんナイフでソースを開けることもできます。でも欲しかった全ての準備を取れてるご返品のために。ご返品？そのため準備にどれくらい時間がかかるか分かりません。私は、はい。乾杯。そして食事を楽しんでください。はい、食えや。うわ、トマト入ってるのか。俺トマト好きじゃないんだよな。へへへへ、美味しかったなー。お、ちゃんと残さずにね。お前食うの遅。ありがとう。全部食べましたか？その、お前、文章がさ、飯に入って多分クソまずくなるぞ。うわ、食べ方も上品でいいな。早く食え。早く食え！TV 彼氏みたい。早く食えよ！ちま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 食ってねえで！おい。あ？あれも、ミタちゃん？立ち上がる、はい。シンクに食器置きます。あ、フォークあるぞ。刺せ。俺、行かれてんな。お前、マジで食うの遅いじゃん。それ、一皿食うのに5時間ぐらいかかる。食い終わる頃にまた腹減るだろ。あ？みた？何か起こってますか？みたちゃん？なんだ？みた！助けてくれ！苦しいんだ！どうしたの？あなたが見たもの感じたことを教えてください。心がうずきます。目にノイズが入ってます。はい。あなたが何が悪いのか知っています。我慢できますか？無理です。ムラムラしてます。立ち上がってみてください。はい。ムラムラしてます。ミタちゃんの手、とても柔らかくて温かくて、ムラムラします。
な、何これ、俺、あ、俺が移動するのね。ミタちゃんのお尻をずっと見てます。プリプリです。エビチリみたいにプリプリです。あ、これ一緒に寝る、もしかして。そっち、なんで、なんでここ、ちょっとジリジリしてる、目に悪い。それは何ですか。かんやく、すでに気分が良くなり始めるでしょう。鏡の前に立ってください。薬を飲みます。私は待っています。なんか優しいね、この子。この子が狂っちゃうの？なんで目を追うの？どうですか？ Do you feel with you? なんで急に英語になったの？はい。しかし、どうしてそんなに早くそれが起こるのでしょうか？バナメエビをしよう。私たちはゲームの中にいます。そして全てはとてもシンプルです。あなたはほんの少しの努力をします。しかし、結果は通常。はるかにボリュームのあるものになります。これはゲーム条件です。シンプルさ。例えば、人参？あなたは一つを切りました。はい。でも三人はカットされるよ。ん？ほら、突然だよ。何が？そしてこの状況は本当に怖いです。何を言ってんのか一切わかんないや。え？見た？見たを探せ、奇妙さの始まり。おう、まあ、体験版だからもうちょっとで終わったりすんのかね。何これ、どういう趣味。見た、おい見た、一緒にマリオカート8でもやろうぜ。なあ見た、俺レースゲーム苦手だ。あれ、ここに扉あったっけ。開けるぞ見た。え、うん、部屋、さっきの同じ部屋やん。お前なんか知らねえか。おい、何も知らなさそうだな。え、待って、これいつからの飲みかけてるジュースなの。これ3年ぐらい経ってんのかな。どういうこと。こういうところは相変わらず開けれませんね。で、扉もなくなってんだね。なんか配置変わってるから。ん、うわ、いっちゃいっちゃすんな。いっちゃ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 で、ここがどうなってんの。あ、いるやん、ミト。おい、ミト、お腹すいたよ。ステーキでも作ってこれよ。ミト、ミト、あ、もう起きましたか。ちゅ、どうやってそんなに早くここに着いたのですか。あなたはちょうどそこにいました。まだゲームのキャラだからじゃないの。いいえ、あなたは鏡の前で凍りついています。は、私は去った部屋、並べ替えてみました。もっと身近なものにしていただくために。あれは、部屋は連続していない。しかし、そうあるべき。ああ、そういうことね。部屋の構造をね、そうすべきではありません。慣れたみたいですね。そうすればもっと楽になると思います。あ、はい。かわいいじゃん。ずっと俺のことを見てくれる。俺もこのゲームの世界に行きたい。ね。なんか、こういう純粋無垢な子がいい。ほら、来いよ。見た、なんと。なにこれ。部屋に読み込む時間がありませんでした。ちょっと待ってください。待ってるよ、ほら。おお、それは奇妙だ。私たちは誰かの電話の中にいるのでしょうか。そしてこの携帯電話読み込みがとても遅いですか。いいえ、中。ただ全てが完璧だね。中。え、中。何も、なんかこいつの中身見えたけど。そして私そのおかげで生きてるのです。中。世界の核心。真。何その下。ん、何今の。コンソールをプレイする。またはカード。ドン。好きなものを選びな。急に喋り方変わるやん。ゲームをすること。はい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 。こういうところなんか変わってるわけでも。ないっすよね。ごめん、見た。ほら、ゲームしようぜ、ゲーム。ちょ、お前さ、こう、歩いてるときにさ、ファって振り返った瞬間、多分スカートが、ファってなるかもしれない。まあ、一応ね、視聴者サービスも必要やな。見た。こっち来いって、ほら。こっち来て、セッってなる、セッってこっち向け。あー、惜しい！くせえ！もうちょいやぞ！あー！そう。でも、この原理マジある。この原理。なので、今ゆっくり。お前、今感づいたの、お前。な、頼む。もうちょいやね、もうちょい。もうちょいやね。来いよ、お前。何、お前。気づいたか？気づいちまったか、お前。ほら。来た。で、なんか食ってる、こいつ。何食ってるの、お前。いや、顔怖っ。もう急に一気に食った。お前食いしん坊だったりする？なんだ、お前、その、ちょっと、戦法変えてきやがって、お前。もういいや。普通に、ちょっとやりますね。ごめんなさい、ちょっと時間食っちゃって。いや、こんくらいのミニスカートだったら見えてもおかしくないんだけどな。あ、ジャンプ打つ、待って、無理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 。打つ、戦いましょうか。は、
戦わなければなりません。4階 ?4 階座ってください。推測する。何言ってんのお前。おれ。は、なんかこれすご。おれ。当たんね。おれ。おれ。おれ。おい、ザコ。お、見た。見た、ザコ。こういうのって彼女に勝たせてあげたりするのが普通だったりするのかな。いや、俺ボコるぜ。おい、ザコ。お前もうちょい死ぬぜ。ほら、ジャンプまで使うぜ。ほら。ほら、当ててみろよ、攻撃。ほら、一回くらい攻撃させてやる。ほら。うえぇ、ドン。うえぇ。さあ、パンツをしっかり持って、パンツ?パンツをしっかり持ってくれ。おい。え、これ4回もやんのだる?言って、お前。お前もご利用しようとしてんな、お前。おい、ザコ。ザコ。おい。うえぇ。おぉ、じゃねえや。パンツ見せろ。今、私は真剣になっています。お前、下手だな。本気出せよ、ちゃんと。おい。おれ。おら、おめ、おら、おら、おら、おめ、おら、おい、おい、痛えだろ、おめ、これ、ああ、あなた、私を出すこれ、今、何を言って、ジャンプまで使うぜ、うれ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 、やばい、マジで、くそ、どうしたんだよ、お前、急に煽るな、それは面白くない、何がやねん、先手必勝だな、このゲーム。おれ、おれ、もうこれ勝ったわ。これ勝ち確や。これ勝ち確や。ジャンプしようが関係ねえよ。お前もう負けてんで。この時点でお前負け確なんで。あなた、それは。信じられない。あなたの今、ただの何かです。ただの何かってどういうことやね。サワミルク。はい、罰ゲームね。脱げ、ほら。わかった。トランプをしましょう。私の寝室に。え?あ、はい。トランプ?その前にパンツ見せろよ。な。ああ、落ち込んでる。なんか。ゲーム負けちゃったもんね。ボッコボコにしちゃってごめんな。ほんと。諦めきれない。くっそ。ゆっくりくるってなるようになっちゃったな。ん?私ら、これか。トランプね。次何すんの?トランプで。大富豪ならできるけど。それで、ゲームを始めましょうか。何?簡単にお話します。はい。チップは損傷の種類を示し、損傷?例えば心臓。カードを置く。もっとハートがあれば、あなたのカードに私よりも、お前説明下手くそすぎんだろ。渡って勝ちます。カードを取ります。はい。トランプじゃないやん、こんな。美味しいカードが届きました。美味しいカードって、私が先に行きます。あなたの番。は?カードを表示する。え?うん、まあ、普通に、体力、攻撃力、防御力って考えればいいの?ってことはよ、こいつ攻撃力10あって、防御力5だから、まあ、これで防げば、大丈夫だったりすんじゃねえのかな。カードを使用する。カード隠す?何のために？もうこれ、もう俺の予想が合ってるか分かんないけど、もうこれしかなくない？もうこれでやってみるか。はい。これで。ん?了解しました。ダメージの動き。はい。あなたの番。こいつは純粋にただのクソザコってことか。まあ、こういうのは逆に自分も弱いやつで戦えばいいってことでしょ。ゼロ、ゼロ、ゼロ。え?ん?うん。俺もじゃあゼロで戦えばいいのかな?まあ普通に一番弱いやつ。俺もじゃあこれ出す?同じの。はい。これでどう?どうなのこれ。ね、全身のディフェンスのよくわかんねえな、おい。ルールわかんねえ、おい。また?これはもう俺普通に使っちゃっていいの?でもこれさ、カード的に俺が今強いやつ使っちゃったら、君も後々俺がこの弱いやつ出すときに君も使うでしょ、それ。だったらよ、俺もまた同じのでいいじゃん。ね、この子が先に、このカードを出さない。俺が出したいんだけどな、先に。全部同じに見えるよ、ダメージの動き。いや、わかんねえって。まあ、俺、一回勝ってんだよね。またそれでしょ?だから俺も、それを出すんだったら俺もこれを出すってことよ。俺が先にこれ出して、君が攻撃する何か出してくれれば、また話変わってくるけどね、多分。何これ?今、相打ちってこれでしょ?お前そのカード持ちすぎじゃね?あそこの音は何ですか?なんか聞こえてた?クローゼットから出てきます。音は何ですか？音は聞こえませんでした。教えてください。どんな音ですか？知らねえよ。誰かがそこにいるかのようなイノックする。でもそこには誰もいない。うん。確認したい。とても奇妙だ。あれ？なぜ？なんか顔つき変わったよ。ん？やめてください。いや、やめるならやめるけど。やめる？いやもう、いややめようとしてるけど、ずっと君顔色怖いやん。開けてもいいの?開けるよ?開けるよ?ねえ。開けちゃうよ?はい、ガチャン。え、ちょ、そっち向けなくなったら一番怖いやんけ!
あなたは何をしている？そこには私の下着がそこに入っています。いいじゃん、じゃあ見せろよ。何か隠してますか？なぜ私を信じてくれないのですか？私の何か間違ってるのでしょうか？君が欲しい私と一緒にいるために。あ、そう、そう約束したのですが、その後どうなるのか？なぜクローゼットにそんなに惹かれるのでしょうか？知らねえよ。それらのとは何なのか知りたいだけです。ただこの世界、この4部屋だけです。それで十分ではないでしょうか？ただ私と一緒にいてみませんか？いいよ。でできねえんだよ。わかった、ごめんな。なんかシステム上できないのよ。そこ何があるのか知りたい場合はそうすればわかるでしょう。今おもろ。ちょっと日本語ガバガバすぎて、もうちょっとうまく楽しく会話したかったけど、でもシステムとかゲーム的にはめっちゃおもろい。てかまだデモ 15% までしか完成してねえんだな。それでもすごい完成度な気する。いろんなミニゲームも遊べるし、ちょっとおもろ。35分、そうな、35分しか経ってないの。いや、ちょっとめっちゃおもろいね、これ。ちょっとこれ完成版とかもぜひやりたいし、あとあとまたデモ版とかも進化してさ、またもうちょっとできるみたいになるかもしれないから、その時はまたやろうかなと思います。100% な実績。サワミルク、暗闇のスナップ、しじる。しじる。いかれてんの。